はい、こんにちは、もんけんです。今日はですね、今おすすめの金策なんですかっていうことで、いろいろ、一つの気づきとしてね、参考にしていただきたいと思って作成しました。で、今ですね、Windows 版始まったり、中期が始まったということで、同時にね、何かしら新しいユーザーが入ってきたということで、この2つがね、重なったことで、武器とかの職人がね、武器とか防具、職人が結構ね、美味しい時期になりましたね。武器職人に関してはやっぱりね、未だに、人気があるっていうことと、新しい新規ユーザーの方もね、武器職人をね、やる方がね、多く いらっしゃって、そう、なんていうんですかね、こう、まだ、武器職人に関してはあんまり美味しくないんですけど、他のね、職人はどうなのかっていうのを自分の職業とね、職人と合わせて見ていただければと思います。じゃあページをね、ちょっと僕のパソコンにね変えますね。お待ちください。はい、ではね、パソコンの方を今テレビに移して出力しますね。はい、じゃあこれがね、パソコンのページなんですけど、見えますかね。この左上見ていただくとわかるんですけど、ここねドラクエ10の相場情報。これのサイトをね、活用します。で、以前もね、お教えした通り、あなたのね、メイン職業っていうものを、この辺からね、この辺から選んでいくんですよ。で、私の場合ね、防具職人なんで、この辺作ろうかなーっていうのを決めて、鉄の鎧上をね、作ろうと決めますよね。鉄の鎧上っていうのがね、どの辺かな?ここなんですよね、ここ。鉄の鎧上。ここね、ちょっと、細かくてね、ちょっとこの動画じゃお伝えできないかもしれないですけど、これってね、星1を作っても、500ぐらいの利益。結構ね、簡単に星にできるんですよ。なので、1個あたりね、1200から1500ぐらいのね、利益が出るんですよ。なので、そういう風にね、うまく職人をね、やるといいと思います。で、あと、やっぱり、コンスタント人気なのは小手系ですよね。手袋のやつ。っていうのがやっぱりコンスタント人気ですので、そこもね、中心に狙っていくというのが防具職人ですね。あとは道具職人とかどうなんだろう。道具職人もやっぱうまうまですよね。噂には聞いてたんですよ。その、フレンドさんがね、今道具職人ですげー儲かってますって言ってたんで、鉄の錬金ランプとかね、作るたびにね、黒字ですよね。鉄のハンマーも、プラスですもんね。こんなね、全部プラスになることはまずないので、今がチャンスっちゃチャンスです。ぜひね、何に金策したらいいのかわからない人とか、あとはバトルメインの人でもね、バトル例えばオーブを一周しましたとか、行った後にね、こういった職人にチャレンジするのも面白いと思います。あとは道具以外はどうなのかっていうのはね、自分で一旦調べていただいて、例えばね、木工のレベル11から20あたりをいっぱい作ろうと。してもね、ここでも、演武のコンとかね、利益出ます。七夕も終わってるから、この中ね、選んでからやったらいいと思います。で、このネット情報っていうのと、あとですね、ネット情報とあんま、の後にね、調べないといけないんですよ。自分で調べる、ちゃんと。ドラクエの中で一旦調べる、っていうことをしたらいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今ね、職人っていうのが結構美味しいです。で、すげー儲かるかって言ったら、バブル、ちょっとミニバブルぐらいだと思っていただければいいと思います。作って、用意すればある程度売れると。で、売れる際にね、やっぱり見ていただきたいのは、よし、これにチャレンジするぞと思ってもね、作って、星2、星3ができ、星3だと売れやすいかな。星2ができてもね、なかなか売れない可能性もね、あるんですよね。さっき鉄の鎧上をね、見ましたんで、鉄の鎧上を見ましょうかね。鉄の鎧上と。数も50何個しかなかったんですよね。星2をね、コンスタントに作れるようになりましたと。だったらね、星2だと1760で売れるので、原価が380ぐらいなんで、それに対して1760で売れる。ということで、どれぐらいだ ?1000 いくつはね、1400ぐらいはね、1個あたり利益が出るんですよ。これどん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 作ればいいだけなんで、1個作れば1400からまた作れるというような感じで、結構うまうまなんですよね、職人ってね。これね、見るとわかるんですけど、鉄の鎧上、もうこの辺少ないですよね。少ないのはボンボン作っていくと。で、出来の良さ2を作れました。
で、これぐらいですよね。で、このね、時にね、右側を見ていただきたいんですよね。右側。この辺ですね。この71っていうのが並んでますよね。っていうと売りやすいんですよね。なので、そんなに今は売れないのかな。っていうか、件数が少ね。これだけなんでね、まあ、出しゃ売れるというような感じでしょうね。まあこれをね、気をつけて、71が少ないようであればね、あんまりチャレンジする価値はないんで、その辺も見ていただければと思います。はい、じゃあ、結構うまうまのね、今職人事情、特に私がやってる防具職人というのはうまうまなんで、もしね、ここだけの話なんですけど、Windows 版で今職人で悩んでる方、武器だけはやめた方がいいかなと思います。金策メインで考えるのであればね。そうだと思う。ちょっとね、声がちっちゃくなりましたけど。人気がね、人がいると、やっぱそれだけね、価格って落ちるんですよ。作る人が多いんでね。人が少ないのが防具職人とか、あと、もしね、Windows 版で、これ、どれしようかなって悩んでる人は、さっきのね、相場情報のサイトを見るとね、どれが美味しいかなっていうのは分かると思いますので、今悩んでる方はね、それを見て、決めていただければと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。失礼します。